ソニック、お前はドクターエグマン、いかにも。わしこそこの世に並ぶもののない天才科学者ドクターエッグマン様じゃ。久しぶりだな。しばらくはおとなしくしていたがな、これからまたちと忙しくなるわい。また何か悪いことを始めるつもりだね。今度という今度はわしの邪魔はさせん。おとなしくカオスエメラルドを差し出せばよし。さもなくば、さもなくばどうする。力ずくで奪い取るまでよ。仕事にもないぜ。隙あり。よし、倒すよ。これを受け取れ。カオス？あれは、あの時の。基盤にあった通りじゃ。ソニック、このカオスはカオスエメラルドを与えるたび強力に変身していくのだ。7つのエメラルドを全て集めれば究極のモンスターに成長する。こいつを使ってステーションスクエアを破壊し、そこに我が理想の都市エッグマンランドを建設するのじゃ。よし、カオス、次のエメラルドを探しに出発じゃ。ソニック、あの怪物がどんどん変身していったら大変なことになっちゃう。エッグマンね。エメラルドを渡させないようにすれば今以上の変身はできないはずだよ。ソニック、先回りしてカオスエメラルドを集めよう。Yeah.
竜巻の外へ出られるはずよ。この1番パネルの上でジャンプすれば2番3番のパネルまで行けるはずよ。1番以外すぐにジャンプしないと降りてしまうから気をつけて。ステーションスクエア行き列車、まもなく発車いたします。
ライトシューズよ。アクションボタンを押し続けるとパワーが溜まるの。パワーが溜まってからボタンを離すとライトスピードダッシュが使えるわ。ライトスピードダッシュはリングに向かって高速移動ができるから、リングさえつながっていればどこへだって行くことができるのよ。レディーゴリングね。ライトスピードダッシュのパワーを貯める時間が短くなるはずよ。
まった、カオスエメラルドがホーリー、ラッ、ソニック、カオスエメラルドは？一個は奪われたけど、前に取った一個は無事だ。あいつも必死だな。これで、エメラルドは、エッグマンが二個、僕らが一個だ。負けていられないよ、ソニック。